寒くなったらあれでしょう、しんどいでしょう、ね、朝起きたらなんか痛ないですか。朝起きてるって言うと寝てる時なんですよ。あ、寝ると痛いんですよ。あ、ね、なんか寝てる時ってこう神経が倒産に進化されるっていう痛い時もますます痛いんですよ。あれですか、温まってですか。いや、温まってるわけでそういうことではなくて、使いすぎてるとこに。股関節そのものじゃなくて、こういう感じだから、この辺のところとか使い込みたいな、そういうところが、なんか妙に筋肉痛になるんです。はいはい。僕もね、寝てるとき痛いんですよ。だから、上半身は肩出てくる、冷えて痛いのと、足はね、温めてるでしょ。温めてきたのがジンジンしてくる。あれホットカーペットっていうかホットブトンあるやつ、あれでね、つけてみて。はい、今度あったかい。
いや、何もない。早いぞー武道力強なってるやろ最近なあ。な柔道がピチピチになってきてる。はい、行こう、行こう。
疲れてるんですよ。練習してるんですよ。仕事で。半周以上したから、ね。余裕で優勝、余裕で勝ったんだ。余裕で勝った。7分で終わる。まあ、ファンディーなら、ファンディー、ちょっと何とか頑張っちゃって。でも、無理なかった。無理っすね、以上。るぞ。あそこそこ、うん、そこ下がらずにそこ入れたんちゃうか、強い。お、見たろ、おめでとう。優勝して。いや。ノートおるよ。ノート。ぼちぼちでいいよ。ぼちぼち。あの通りな。ぼちぼち。あ、打ち込みとか行けます。もしあれだ。受け取ってください。今一個で。
どうした？しんどいか？
中学の団体優勝した先輩取ってきた中1ですか大体ちゃうよ、もう次中3もう中2やほとんどでかいなそうですね弟の方がいいじゃあ、これそうですね、顔に出ますからね、顔に出ますから先生、いつもこれThank you.
強いですね。だから根本さん、根本さんいけるんですか？
お、小西、優勝したやん。よかったやん。
筋肉少ないからこいつ最近よくなってきてんねん。パレードあるみたいな。見に行くんです。あ、そうですね。あそこやろ。御堂筋やろ。そうです、そうです。今回の少子が来年も強い。大変ですね。自信ついたやろ。若いけど。そうそう。ヤクルトみたいにね、2年連続優勝してな、3年目に最下位ってあるけどな。あるけど。
Thank you.
行こう。頑張ろう。あ、バッチだ。その時ってあれか、まだあの先生が安納先生だったか。でかい、この先生。あ、行こう。あ、腰痛いたら行かれるやろ。腰痛いたらあかんねん。交代。Thank you.
お、これあと2分なんで終わるだ。もういいか。はい。お待ちください。